こんにちは、ケーキです。この動画ではオーバーフロー水槽を自作する方法について、水槽の穴開けから塩ビパイプを使った配管の組み方まで全体を通した作業を紹介していきます。各工程の詳細についてはすでに動画を上げていて、適宜関連動画として紹介していくので、そちらを見てください。オーバーフロー水槽は水槽の下にろ過槽を設置して、水槽とろ過槽の間で水を循環させるろ過システムを持つ水槽のことです。ろ過能力が高いので、海水水槽や大型魚の飼育、水生爬虫類の飼育なんかでよく利用されます。大掛かりなシステムで導入コストがかかるので、コストを抑えつつ自分好みの仕様の水槽に作り込める自作の方法について紹介していきます。まずはどんなオーバーフロー水槽を作るかを決める設計の作業から始めます。さっきはコストを抑えると言ったんですが、今回は久しぶりの水槽立ち上げなどもあって財布の紐が緩んでいるので、基本的には欲しいものを使っていきます。見栄えに直結する水槽はガラス同士を貼り付けるシリコンの仕上げが綺麗な ADA のキューブガーデンを使います。この水槽では魚と亀の混泳を実現するので、亀が十分に動き回れる最低限のサイズとして、幅60センチ、奥行きと高さが45センチの60ワイド水槽を選択します。水槽台はオーダーメイドで人気のあるキューブアスタンプというものを使います。耐水性の高い栗の無垢材を使って作ってもらいました。次に水位ですが、今回は亀がいるので、行く場も確保できるように25センチに設定します。飼育水槽からろ過槽へ水を流す排水パイプと、ろ過槽から飼育水槽へ水を戻す給水パイプは、排水パイプの中に給水パイプが通っている二重管タイプにして、給水側に 40A、排水側に 13A の塩ビパイプを使うことにします。ろ過槽とウールボックスは、ペット用品のネット通販で有名なチャームのオリジナルブランド、マクロシリーズのガラスろ過槽が安かったので、それを使います。給水パイプを排水パイプの中に通すピストルという配管部品は、太い方のパイプがまっすぐになっているストレートピストルを選びます。ポンプは流量の調整もできる水中ポンプのエーハイムコンパクトン2100というものを使い、飼育水槽からろ過槽へ水が落ちる部分は、消音性能が高いシャワーパイプを自作することにします。ここら辺の水槽システム設計について別途まとめた動画があるので、使用を決める根拠のもう少し詳しいところが知りたい人は、そっちも見てください。水槽の仕様を決めたら、まず飼育水槽の穴開けからスタートします。今回は給排水のパイプを右奥に設置するので、穴を開ける場所は水槽の右奥から縦横それぞれ 80mm の場所にします。穴の大きさは 40A の排水パイプを通せるように 60mm に設定します。穴を開ける位置にマジックでマーキングして、ダイヤモンドカードリルビットを取り付けた電動ドリルでガラスに穴を開けていきます。穴を開けるときに摩擦熱が発生するので、ガラスが欠けるのを防ぐため、冷却水をかけながら穴開けを行います。マーキングに合わせて固定したドリルガイドに電動ドリルを当てて、力を入れすぎないように注意しながら、ダイヤモンドコアドリルでガラスを削っていきます。この時、穴の断面が水平になるように作業を進めないと、穴が開いた時に穴の縁が欠けてしまうので注意してください。
まあまあ綺麗に穴を開けることができました。次は今開けた穴に排水管を固定するための台座を接着していきます。使用するのはこちらの二重管用の台座です。予備径 40A の塩ビパイプを差し込めるようになっています。台座の周りに 3mm の隙間を開けて、接着剤が広がりすぎないようマスキングテープでガラスを保護します。水槽用のシリコンシーラントを台座の接着面に塗りつけていきます。接着面全体に接着剤が行き渡るようにたっぷりと塗りつけます。水槽に台座を押し付けてシリコンを隙間なく伸ばします。はみ出した部分のシリコンはコーキングヘラでならして余分な分は取り除いておきます。シリコンを鳴らし終わったら、固まる前にマスキングテープを剥がしておきます。水槽の裏側も余ったシリコンを取り除いておきます。シリコンを鳴らし終わってから2日くらい乾燥させて、シリコンが十分に固まったら台座の接着は完成です。次は水槽の背面にバックスクリーンを貼り付けていきます。まずはバックスクリーンを貼り付けるガラス面にカッターの刃を滑らせて表面のゴミを取り除きます。
次に中性洗剤を 1% 混ぜた水の入った霧吹きを用意します。ガラス面を霧吹きでよく濡らします。十分に濡らしたらゴムヘラを使ってガラス面の汚れを丁寧に落としていきます。バックスクリーンを貼り付けるために再度霧吹きでガラス面をよく濡らします。バックスクリーンを取り出したら保護フィルムを剥がしてガラス面に貼り付けます。今回はリーフコーポレーションの RT シリーズというバックスクリーンの中から背景が半透明に見えるミストタイプのバックスクリーンを使います。バックスクリーンの上からもう一度霧吹きをしてよく濡らします。ゴムヘラを中央部分から外側に向けて滑らせてガラスとフィルムの間に入った空気を抜いていきます。空気を抜き切ったら表面に残った水分を拭き取ります。余ったフィルムはカッターで切り落とします。さらにカッターの刃の部分だけを使ってガラスの面取りに合わせてフィルムの端ギリギリまでカットします。バックスクリーン貼り付けの完了です。次は水槽台に水槽とろ過槽を設置して塩ビパイプを使ってこの2つをつなぐ配管を組み上げ水を循環させられるようにしていきます。各配管の寸法と接着箇所はこのように決めました。まずは水槽の下に敷く水槽マットに塩ビパイプを通すための穴を開けます。水槽に開けた穴の位置に合わせて水槽マットに目印をつけておきコンパスカッターで円形にくり抜きます。
穴を開けた水槽マットを水槽台の上に設置し、その上に水槽を置きます。水槽台の下段にも水槽マットを敷いて、ろ過槽を設置します。次に、水槽の水をろ過槽に流すために必要な排水管を水槽に取り付けます。まずは指定した寸法に合わせて VU40 の塩ビパイプをパイプカッターでカットします。後から水位の変更ができるように、今回は排水管は接着しません。そのため、水漏れしないようにしっかりと台座に差し込んでおきます。パイプを横から見て、こんな感じで隙間が完全になくなっていれば OK です。次は、ろ過槽内の配管に進みます。まずはろ過槽に水中ポンプを設置しておきます。ポンプで汲み上げられた水は、排水管の中に設置される一回り細い給水管を通って水槽に戻ります。この給水管を排水管の中に通すためのパーツがピストルです。次はこのピストル周りの配管を作っていきます。ピストル自体を自作するのは大変なので、ピストルは既製品を購入して、必要な長さにカットします。マジックでカットする場所に目印をつけた上で、パイプカッターでカットします。ピストルの片方の端には、水槽からの排水をウールボックスの位置に合わせるための S 型ソケットを接着するので、接着面を深く差し込めるように、パイプリーマーで面取りをしておきます。反対側は、排水管と同様にオーバーフロー台座に差し込むだけです。これは、水槽を解体するときに簡単に取り外せる方が便利だからです。摩擦力が弱くならないように面取りはしないで、軽く揺すって面を整えておきます。ピストルの準備が整ったら、塩ビパイプ用の接着剤を塗り付けて、S 型ソケットを接着します。接着するときは全力でパイプを奥までしっかりと差し込んで数十秒間保持して固まるのを待ちます。次はポンプとピストルをホースでつなぐためのパーツを作ります。ホースを塩ビ管に接続する方法はいくつかありますが、今回は紙旗から出ている塩ビ接続パーツというものを使います。これはアクアリウム用のホースを差し込んだ上でネジを締めて固定できるようになっている配管パーツです。塩ビ製で軽く、塩ビ管に直接接着もできるので、手軽に使うことができます。まずは塩ビ接続パーツを VP13 の塩ビパイプに接着します。
接着剤が乾いたら必要な長さに塩ビパイプをカットします。カットした部分はピストルに接着するので、あくまで差し込みやすいように面取りをします。ピストルと塩ビパイプの両方に接着剤を塗り、塩ビ接続パーツが付いた VP13 パイプをしっかりと差し込んで、ピストルに接着します。接着剤が十分に乾燥して固まったら、塩ビ接続パーツに内径 12mm、外径 16mm のホースを取り付けます。水槽台の下側から水槽に開けた穴部分に接着した台座に合わせてピストルをしっかり差し込みます。排水管と同様に差し込みが緩いと水漏れにつながるので、これも横から見て隙間なく差し込めたことを確認しておきます。次は水槽からの排水をウールボックス内にまんべんなく広げてくれて、消音効果もあるシャワーパイプを作ります。寸法はウールボックスの中に収まるように決めていて、水漏れしてもウールボックスの中なのと、メンテナンスの時に取り外せた方が便利なので接着はしません。 VU40 の塩ビ管に決めた寸法に合わせてマジックでマーキングして、パイプカッターでカットしていきます。今回は接着はしませんが、シャワーパイプを組み立てるときに深く差し込んで固定できるように面取りはしておきます。パイプをカットしたら電動ドリルを使い、水をシャワーにして流すための穴を開けていきます。穴の位置は 15mm 間隔で1列につき7個、4列で合計28個を列ごとに互い違いになるように開けます。キャップにも穴を3個開けておきます。穴を開け終わったらこんな状態になります。このままだと穴の縁が鋭くなっていて危ないので、穴の面取りをしていきます。
電動ドリルの先端をドリルビットから面取りカッターに付け替えて穴の面取りをしていきます。面取りまでした状態がこちらです。これをエルボーを使って組み立てるとこんな感じになります。シャワーパイプの出来上がりです。ろ過層の上にウールボックスを設置して、出来上がったシャワーパイプをピストルに接着した S 型ソケットに差し込めば排水側の配管は完成です。ここでピストルから伸びるホースをポンプに接続します。今回使用するポンプのコンパクトン2100は内径 19mm 外径 27mm のホースに対応していますが、 VP13 塩ビ管用の塩ビ接続パーツは内径 12mm 外径 16mm のホース用なので、異形コネクタをかまして接続することになります。ホースを適当な長さにカットしてコネクタをねじ込みます。コネクタの反対側には内径 19mm 外径 27mm のホースの代わりに、ホームセンターで売っていた内径 18mm の安いホースをつないでいます。ホースをつなげたらホースバンドで締め付けておきます。最後にホースとポンプを接続してホースバンドで締め付ければ、ホースとポンプの接続は完了です。次は水槽台の中での水跳ねを防ぐために、ろ過層とウールボックスの蓋を作ります。まずはウールボックスの蓋です。ウールボックスのサイズに合わせてカットしてもらった 3mm 厚の透明塩ビ板にピストルからの配管が入ってくる位置に合わせて、木工用のホール槽で穴を開けます。穴を開けたら穴を中心に塩ビ板を2枚に分割します。これはメンテナンス時に蓋を開け閉めしやすくするためです。塩ビカッターを使って溝を掘り、溝がある程度の深さまで掘れたら力をかけて一気に割ります。割った後の断面はサンドペーパーなんかで慣らしておくのが良いと思います。次に塩ビの角棒でガイドレールを作って蓋が落ちないようにしておきます。塩ビ板の縁からウールボックスのガラス厚を考慮して 6mm ぐらい内側の場所に適当な長さにカットした塩ビの角棒をマスキングテープで仮止めしておきます。これを塩ビ板用の接着剤で接着して固定します。スポイトで接着剤を吸い出し、毛細管現象を利用して塩ビ板と塩ビ角棒の間に接着剤を流し込みます。十分な量を流し込んだら手で10秒ぐらい押さえておけばしっかり固定されます。2枚に分割した蓋の小さい方を奥側に、大きい方を手前側に設置します。この蓋は角棒の部分をウールボックスの中に落とし込むことでストッパーになって、蓋がずり落ちなくなる仕組みです。大きい方だけをこんな感じでずらして簡単にメンテナンスすることができます。次はろ過層の蓋を作ります。2枚の板と蝶子貝をマスキングテープで仮止めして、蝶子貝を固定しながらネジを通す穴を開けます。穴を開けたらデザインナイフなんかを使って一応バリを取っておきます。
割りを取り終わったら、六角ボルトで調子材を固定して、ろ過装の蓋は完成です。完成した蓋をろ過装に設置します。蓋を簡単に開け閉めできるので、メンテナンスしやすいです。いよいよ最後の配管作業です。排水管の中を通してピストルに差し込む給水管を作ります。配管を仮組みしながら実測ベースでちょうど良い場所に給水管の先端が来るように寸法を決めて、決めた寸法に合わせて VP13 の塩ビパイプにマジックで目印をつけ、パイプカッターでカットします。給水管は水漏れしても水がろ過装に流れるだけなので、水槽撤去や水位変更時の分解のしやすさを考慮して接着しないのが一般的なんですが、差し込みしやすいように面取りはしておきます。ピストルに差し込むのと反対側の端には、90度エルボと45度エルボを使って給水の水流を抑えるパイプを作っています。45度エルボはそのままの長さだと少し長すぎたので適当に短くカットしています。配管が終わったのでついでにライトスタンドも設置しておきます。これは作業をやりやすくするための仮のもので、実際に水槽の管理に使用するものはまた今度紹介します。とりあえず、ライトには手元にあった紙旗のボルテスを使っています。では、実際に水を循環させて、オーバーフロー水槽の通水テストをやってみます。まずは飼育水槽に水を溜めます。続いて、ろ過装にも水を溜めます。ポンプの電源をオンにして水を循環させてみます。排水管からウールボックスを経由してろ過装に水が流れ込んでいることがわかります。うまく水の循環ができていることが確認できました。これでオーバーフロー水槽のセッティングは完了です。セッティングは大変ですが、オーバーフロー水槽のろ過能力や管理のしやすさは別格です。ぜひ挑戦してみてください。今回のオーバーフロー水槽のセッティング方法はブログでも解説しています。ブログでは工具や材料の選び方ももう少し細かく補足しているので、そっちもぜひよろしくお願いします。